皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。今週のマーゼルのスケジュールをお届けします。トピックスは3つです。1つ目が、ローリングストンジャパンライブで、関口メンディーさんが BMSG ファンに感謝という件です。2つ目が、マーゼルのスケジュール9月5日から10日分。3つ目が、マーゼル出演予定ライブ、イベントの情報をまとめです。 まずは一つ目のお話なんですけれども、先日マーゼルがローリングストーンジャパンライブに出演しましたね。いやーもうこの短期間でどれだけ進化していくんだという本当に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれましたし、メンバーがすごく楽しそうだったのがとても印象に残りました。 私は TBS チャンネル1の生中継でマーゼルのパフォーマンス、それからノベルコアくんやスカイハイさんのパフォーマンスも見たんですけれども、メンバーのパフォーマンスもさることながら、今回はミューズの皆さんたちの応援にすごく感動しました。メンバーが自己紹介をしていたんですけれども、そもそもこの自己紹介というのが、 私がサマーソニックの配信を見た時にはマーゼルは自己紹介をしていなくってその後 X でメンバーの名前がわからないから自己紹介があったらよかったなというふうな初見さんのツイートも見かけていたんですけれども今回はその声をすぐに反映してくださったのかメンバーが一人ずつ自己紹介をしていたのがすごくよかったなと思ったんですけれどもさらに一人ずつが 名前を言った後にミューズの皆さんたちがみんなで名前を一斉に呼んでいたのがすごく印象的でした。確か最初直也くんから始まったと思うんですけれども、マーゼルの直也ですって言った後にミューズの皆さんが直也って叫んだんですね。それが8人全員に繰り返されていって、本当にたくさんのミューズの皆さんがマーゼルを見守ってるんだなというとても温かい気持ちになりましたし、 後で X を見ているとどうやらこの掛け声っていうのは打ち合わせたわけでもなくて自然発生的に生まれたものだったようなのでミューズの皆さんたちの団結力とマーゼルを応援する気持ちっていうのがすごいなというふうに私も感動していましたそんな中でライブが終わった後にジェネレーションズの関口メンディーさんが BMSG のファンの皆さんに感謝をするという内容を X や v o シー y でコメントされていたので、それがすごく嬉しかったので、今日はそのお話も一緒にご紹介させていただきます。ジェネレーションズさんは、ローリングストーンジャパンライブで一番大取りを務めていたわけですけれども、その一つ前がスカイハイさんでした。それで、関口メンディーさんが v o シー y でおっしゃっていたことは、 BMSG ファンの皆さんは、スカイハイさんが終わったらもう帰ってもいいはずなのに、最後まで残って僕たちのライブも一緒に盛り上げてくれたというようなお話をされていました。そのことを受けて、関口メンディーさんは、スカイハイさん自身が フェスを盛り上げるパフォーマンスがものすごいので、それでスカイハイさんがたくさんのフェスに呼ばれるっていうのはもちろんあると思うんだけれども、それ以外にもファンの皆さんのこういった行動、BMSG のアーティスト以外のアーティストの方たちの時にも一緒になって楽しんで盛り上げてくださるというのが、BMSG アーティストがたくさんフェスに呼ばれる理由だと思うというようなお話をされてらっしゃいました。 いやあ、これは本当に嬉しかったですね。やっぱり BMSG というのは、スカイハイさんがとにかく音楽との距離感が近いということを大切にされていらっしゃるので、そのことがファンの皆さんにも伝わっていって、皆さん、BMSG アーティストの音楽はもちろん、音楽自体に興味関心があって、他のアーティストのことも応援するということが、BMSG のファンの皆さんの中に根付いているんだなということを、 このメンディーさんのお話で改めて感じることができました。スカイハイさんもダンクショーケースで BMSG のファンが圧倒的に多かったにもかかわらず他のアーティストの方たちの時にも一緒になって盛り上がってくれたその空気感が最高だったというようなお話もされていました。 こうやって BMSG ファンが他のアーティストの皆さんの音楽も心から楽しむことによって、そのことが BMSG アーティストのたくさんのフェスの出演につながっているのかもしれないなと思うと、こんなに嬉しいことはないなと思いましたので、今日はご紹介させていただきました。はい。では続きまして2つ目、マーゼルのスケジュールに行きたいと思います。 最初の2つはすでに発表されている情報となります。まず、東京 FM のフリーペーパー9月のタイムテーブル。こちらにマーゼルが表紙と関東特集で掲載されています。こちらの記事自体はウェブ上で読むこともできますし、あとフリーペーパーのもの自体は 東京都内の駅や、あとはタワレコなどでも配布されているということで、具体的に配布されている場所などは概要欄のリンクからご確認いただければと思うんですが、それ以外にも郵送でも対応してくださるということなので、現物が欲しいよという方は、郵送で送ってもらうという手段もあるようなのでご紹介させていただきました。詳細は概要欄のリンクからご確認ください。 はい。そしてもう一つ先日発表されましたが、マーゼルのセカンドシングルカーニバル。こちらのファンクラブミュージアムの限定版なんですけれども、こちらに収録される映像が、なんと今回開催されました、ファンミーティングプレイアットザミュージアムの初日の映像、そしてこのファンミーティングツアーのビハインド映像が収録されるということが決定しました。 私もファンミツアーには行けなかったので、これは本当に見てみたいなと思います。はい。そして本日、チケットの締め切りが2つあります。1つ目が、カウントダウン TV ライブライブフェスティバル2023。こちらの TBS2 次選考分です。もう1つが、バズリズムライブ2023。オフィシャル最速選考分です。9月6日水曜日、0時からオーディにて、 マーゼルレディオステーションディレクターズカット版が配信開始となります。23時59分で締め切りとなりますのが、メゾン構成のコラボキャンペーン第1弾、ビジュアルトーンカードセット A のキャンペーンが終了します。こちらは、カイリュウくん、ランくん、リュウキくん、ハヤトくんの4人が乗っているカードのセット。こちらをメゾン構成で4400円以上ご購入の方にプレゼントというキャンペーンです。 私も注文したので早く届かないかなとワクワクしています。9月7日木曜日12時から今度はメゾン構成のコラボキャンペーン第2弾がスタートします。第2弾はビジュアルトーンカードセット B ということで、直也くん、生徒くん、タクト君、エイくんのビジュアルが入ったカードとなります。こちらも同じくメゾン構成さんで4400円購入でプレゼントというキャンペーンです。 こちらのビジュアルトーンカードセットがもらえるキャンペーンというのは9月の末頃にももう一度開催されるということがちらっと書いてあったんですけれどもまだ具体的にはちょっとよくわからない状況なのでわかりましたらまたお知らせさせていただきますそしてメゾン構成さんの店舗でのキャンペーンも第2弾がスタートとなりますメゾン構成銀座店と表参道店です 店舗オリジナルコンテンツ第2弾が開始です。第1弾はすでに開始しておりまして、第1弾、第2弾ともに10月8日まで開催されています。それから表参道店限定のリボンの作成も10月8日まで開催されています。昨日のお昼から銀座店表参道店の来店予約の受付が始まったんですが、そちらはもうすぐに満席になっていました。ただ予約をしなくても、 展示を見たりすることはできますし、あと予約しなくても OK という期間もありますので、そういった詳細は概要欄のリンクからご確認ください。9月8日金曜日23時59分で締め切りとなりますのが、FM802 ブライトモーニング公開収録の優先観覧エリアの申し込みが終了となります。 こちらは、生徒くんと龍起くんが出演するラジオの公開収録です。9月9日土曜日、この日はカーニバル発売記念オンライントークイベントが開催されますね。ご当選の方、ぜひぜひお楽しみください。そして、12時から申し込み開始となりますのが、BMSG フェス応援上映、ローチケプレリク分が申し込み開始となります。9月13日までです。 15時に到落発表があります。BMSG フェス23応援上映のレジデント会員と各ファンクラブ会員限定分です。23時30分で配信終了となりますのが、先週放送されましたベニュー1 0 1こちらが NHK プラスで現在配信中ですが、9月9日土曜日の23時30分で配信終了となります。 いやベニュー101でのパフォーマンスも本当にかっこよかったですね。皆さん、101ポーズ、誰がしているのか見つけられましたか ?101 ポーズをしているメンバーの名前を、ベニュー101の公式ラインに送ると、特別な写真が送られてきますので、ぜひぜひそちらもチャレンジなさってみてください。私も、今回は見つけることができましたので、メンバーの名前を送ったら、 画像が送られてきました。はい。そして9月10日日曜日です。20時から東京 FM にてマーゼルレディオステーションです。20時59分で配信終了となりますのが、スカパー番組配信で、生中継ローリングストンジャパンライブ2023という番組が配信されていますが、そちらが終了となります。ただ、10月にスペシャル映像を加えた特別版が、 放送があるということなので、そちらもとっても楽しみですね。そして同じく21時までですが、ストリーミングプラスにて、ローリングストンジャパンライブ2023が配信終了となります。先ほどもお伝えしましたが、このローリングストンジャパンライブには、BMSG からマーゼルのみならず、スカイハイさんやノベルコアくんも出演されています。はい、今週のマーゼルのスケジュールは以上です。 続きまして、マーゼル出演予定ライブやイベントの情報をまとめに行きます。新しい情報としては2つあります。まず、9月18日月曜日のカウントダウン TV ライブライブフェスティバル2023です。東京ガーデンシアターでの開催で、チケットは TBS2 次選考が本日の23時59分まで受付中ですが、こちらのライブについて配信があるということが昨日発表されました。 配信チケットの価格は2900円となっております。また、アーカイブ配信の視聴期間は9月25日月曜日の21時までとなっております。それ以外の詳細は概要欄のリンクからご確認ください。そして、新しく出演が発表されたものが11月3日金曜日、バズリズムライブ2023にマーゼルの出演が発表されました。 同じ11月3日には BMSG からノベルコア君も出演します。11月5日には b ーストが出演します。こちらは会場は横浜アリーナで開催です。チケットは本日9月5日までオフィシャル最速選考の受付中です。本当に私もマーゼルのパフォーマンスをサマーソニックの配信で見て、ローリングストーンジャパンライブの配信で見てということで短い期間で 2回見ることができたんですけれども、この短い期間でもまたさらに進化してるなっていうのがすごく感じられたので、初のファンミーティングツアーも終えて、本当にいろんな経験を積みながら、どん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 とマーゼルが今、劇的に進化していっているところなんだろうなというふうに思います。v ニュー101のパフォーマンスも本当にかっこよかったですし、 ここからまた BMSG フェスに向けて、セカンドシングルの発売に向けて、マーゼルがまた目に見えてどんどんと進化していってくれるんだろうなと、本当に楽しみです。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。